はい、こんにちは、レトスの小野です。本日の3本に入る前にご連絡をさせていただきます。1月4日までの年始特別キャンペーンは本日で終了となります。メルマガ読者様と YouTube 読者様だけ、ホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。理解学習ができれば、宅建試験は1回で合格できる資格です。一方でやり方を間違えれば、つまり理解学習ではなくて丸暗記学習をやってしまうと何度も落ち続けてしまうのも宅建試験です。今年絶対あなたに合格していただきたいです。今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。キャンペーン価格でのお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからぜひお申し込みください。ホームページからお申し込みいただくと高い価格になってしまいますので、その点だけはご注意いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾を得て、A 所有の建物を持って弁済した。この建物に契約の内容に適合しない瑕疵があった場合、B は A に責任を追及することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。大仏弁済。これ大仏弁済契約とも言うんですけども、これは売買契約のルールが使われます。つまり、大仏弁済した不動産に契約内容に適合しない瑕疵、つまりまあ欠陥ですよね、がある場合っていうのは、弁済者 A は責任を負うことになります。なので正しいということになります。まあ、これはですね、それほど難しい内容ではありませんね。まあ、昔は貸し担保責任と呼ばれていた内容なんですけれども、まあ、法改正があって契約不適合責任って変わりましたね。で、まあ、今回のポイントで言えば、大仏弁済も売買のルールが使われるよ、だから契約不適合責任の対象になるよっていうのが、まあ、ポイントの一つなんですけれども、まあ、重要なところで言えば、この契約不適合責任がどういったものなのかというところですね。まあ、これちょっと解説していると長くなりますので、まあ、この点については個別指導の受講者さん、メルマガで解説させていただきますので、まあ、そちらをご覧ください。で、まあ、独学の方ですよね。まあ、予備校通ってる方も、まあ、結局は独学でね、自分で調べていかないといけないことになるんですけれども、予備校の方も通信講座の方も、まあ、契約不適合責任がどういったものなのかっていうところをしっかり、勉強しておきましょう。そして問2に入ります。宅建業者は宅地または建物の売買、または交換の媒介に関する広告をするときは、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない、丸か×かという問題です。答えは、一般媒介、専任媒介、このあたりは明示しなくてもいいので、誤りですね。広告をする際、取引対応の別、これは売り主なのか媒介なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですね。で、今回は、媒介の中の、一般媒介か専任媒介なのか、いわゆる細かい内容ですよね。ここは記載しなくていいんですよ。だから、誤りだということです。媒介っていうことは、広告に示さないといけないんですけれども、それよりも細かい一般媒介なのか、専任媒介なのか、ここまでは明示する必要はないんですね。なので、誤りになるということです。まあ、意外と盲点ではないかと思います。出題されたら間違いそうな引っ掛け問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。では、問3に入ります。造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで自らその工事をする者を言う、丸か×かという問題です。これはもう丸ですね。造成主の定義です。定義。つまり、造成主ってどんな人なのっていうことですね。造成主っていうのは、一つ目が宅地造成に関する工事の請負契約の注文者。もしくは、請負契約によらないで自らその工事をする者。まあ、どちらか一方に該当したら、それは造成主だということですね。個別指導の受講者さんについては、この丸1と丸2について、具体例、受講者専用のメルマガの方に載せておきますので、この2つの具体例を頭に入れていただければと思います。で、受講者さん以外の方なんですけども、これ、イメージできていますでしょうか？これ、イメージできているかが重要なんですね。これまで理解学習をしてきた方であれば、具体例言えるはずです。言えない方は、丸暗記学習の方なんですね。これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は、理解学習に変える余地はあります。一方で、理解学習をしてきたつもりの方ですね。このつもりの方っていうのが一番危険で、自分自身が理解学習を実践できていないってことに気づいてないんですよ。こういった方非常に多くて、実際、今年の試験で理解学習してきた
でも落ちちゃったっていう方はもうこっちに当たりますね。理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ。例えば、まあ、35点が合格点だったとしたら、40点ぐらいの実力があって、多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば、42、3点は取れてたけども、もうちょっとミスをして40点で合格、39点で合格。まあ、こういった方なんですよ。理解学習してきた方っていうのは。だいたい合格点プラス5点ぐらいは、取れてるはずなんですね。で、多少ミスして、2、3点失点すると。まあ、いった感じで合格なんですよ。まあ、結局は理解していたら合格はできるんですね。一方で、理解してきたつもりの方っていうのは、ミスをしたとしても、またミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよね。だからそういった方っていうのは、理解してきたと思い込んじゃってるので、勉強の仕方を変えないんですよ。そうすると、次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですね。だからまずは気づくと。理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですね。そうすれば理解学習に変えることができますので、まずは気づいてください。で、実際、じゃあ理解学習どうやってやったらいいのかわからないっていう方は、ぜひ個別指導ご検討ください。1月も始まったばかりなので、今年の合格も十分目指せます。どんどん受講することを伸ばしてしまうと、その分理解学習ができる期間が短くなっちゃいますので、もったいないんですね。また値上げもどんどんしていきますので、よりもったいないんですよ。なので、今年絶対合格したいっていう方は、ぜひ個別指導ご検討ください。で、初めにもお伝えをした通り、1月4日までの年始特別キャンペーンは本日で終了となります。メルマガ読者様と YouTube 読者様だけ、ホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。理解学習ができれば、宅建試験は1回で合格できる資格です。一方で、やり方を間違えれば、つまり理解学習ではなくて丸暗記学習をやってしまうと、何度も落ち続けてしまうのも宅建試験です。今年絶対あなたに合格していただきたいです。今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。キャンペーン価格でのお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひお申し込みください。今年絶対合格しましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。